お兄ちゃん、先に外で待ってて。日向もすぐに行くから。いや、だって昨日のテレビ番組でそう言ってたから。ここが変だよ外国人っていう番組、フランスの人が。飛んでいる帽子を取れるわけないもん。お兄ちゃん、ひなたをバカにしてるでしょ。魔法使いじゃないんだから、人はそんなに高く飛べないよ。夢の世界じゃないんだから。
今話しかけんなや。おはよう、つともお兄ちゃん。おはよう、立花くん。ああ、みなもちゃんとひなたちゃんやんか。ほんま、おはようやで。言うなや。男が自転車に乗っとるときは信号待ちと目的地に着いたとき以外は地に足をつけてはならんのや。上で待っとる。ワイに付き落とったら遅れる言うて。つとむ、早くしなさいよ。なんやその言い方は。まるでワイと思考員がアハーな関係みたいやんか。あ、かー、ワイの心情が。楽しみだね、若葉ちゃんのピアノ曲。ありがとうございます。でも緊張もしているのですけど。しかしやな、ワイの予想通りやな。若葉ちゃんは2年連続で仮装パーティーダンスイベントのピアニストの座を射止めたんや。うん、本当にすごいよ若葉。でしたら今度はきちんとダンスを踊ってくださいね、のぞみちゃん。男の方と。若葉？死んだんですよ。優しい心ですか？私にはそんなものはありませんよ。岡野さんもぜひ踊ってくださいね。みなもさんと。
まこちゃん、ちょっといいかな。あのね、まこちゃん、今夜何か予定あるのかな。その、今夜会えるかなって。1時くらいかな。まこちゃん？うん、ちょっと待っててね。まこちゃん。それじゃ行こう、まこちゃん。うん、まこちゃんには朝まで付き合わせちゃうことになると思うけど、大丈夫だよね。ありがとう、まこちゃん。なに、まこちゃん。まだ言ってなかったんだっけ？うん、これから行く場所はね、秘密の場所だよ、まこちゃん。星を見ようと思って。ねえ、まこちゃん、あの三つ並んだ星見えるかな。まこちゃん。
綺麗だったね。どうして？あ、そうだね。でも流れるのが分かっていたらあまりご利益はなさそうだけどね。まこちゃん、そういう日なの。まこちゃん、聞いたことないかな。今夜はね、流星群の夜なの。実はそう。うん。ねえ、まこちゃん。私ね、今日の夜空はひかりちゃんと一緒に見たかったんだ。あの夏祭りの日、ひかりちゃんは私とまこちゃんをここへ連れてきてくれて、風ホタルを見せてくれた。だから今度は私が私の知ってる一番綺麗な景色をひかりちゃんに見せてあげたいなって思ったの。いつかひかりちゃんと一緒に流星群の夜空を見たいなって思ったんだ。まこちゃん教えてくれたよね。私の中にはひかりちゃんの思いがあるんだって。あの時あんなことになった私の命を救ってくれたのはひかりちゃんが私に譲ってくれたひかりちゃんの思いの力なんだって。そうだったよね、まこちゃん。私の中にはひかりちゃんの思いがある。それってこうして私が空を見れば私とひかりちゃんが一緒に見ているってことになるってことだよね。
私の思いを、水面さんに。私の思いの力を、水面さんに譲れば、水面さんは助かるから。水面さんは、私を救ってくれたんです。だから、今度は私の番。私は長く生きすぎました。